ナイトスクープで不思議な話があって、すごい有名な回なんだけど、あの四つ葉のクローバーを見つけれる女の子っていう回があって、その子は公園行くやんか、クローバーブワーあるやんか、四つ葉のクローバーあそこにあるあそこにあるって言って、パー走っていってパー取ってきて持ってくんだよ。すごっ。その全くもう迷いがないね、はい、入って遠目でもう一面クローバーやのにピンポイントで行って取って持ってきよんねん。すごっ。で逆にない公園に行ったらここにはないっていうね。すごいね。それ何？それもダウンタウンの松本さんもナイトスクープ出た時に、あのどの回が記憶残ってますかみたいなので、はい、その四つ葉のクローバーとあげるぐらい有名な回やねんけど、それは確実にな、何かを感じ取ってんのよ、はいはいはい、犬がいっぱいおる中に猫が一匹おるのをちゃんと見分けるぐらいのレベルで、はいはい、あれだけのもう多分万のクローバーの中から、はい、匂いなのか、そのもう目で可視的に色が変わってて見えてんのか、はい、何やろうな、このなんか感覚のその周波数みたいな、はい、電磁波みたいなものを感じてんのか、何かは分からへんけど絶対に感じてんねん。それすごいな、奇跡やね。ほんでそれはやばいっすね。それでもやっぱ年大人になっていくことにその感覚多分なくなっていくねん。その子の親も自分が子供の時そうやってんで、クローバーを見つけて四つ葉を、ほんで大人になるにつれてその感覚は消えていって、はい、でその娘もそれを遺伝してて、うん、その感覚があるねん。で多分もうそれはもう何年前やから、もう今多分もうだいぶ成長して、はい、もしかしたらもうすでにないかもしれへんし、はい、まだいけるかもしれへんし分からへんけど、それでもさ確実にさ自分の中にさ、すごいっす、ね、この前世の植物側の感覚が残ってて聞き分けれるのか見分けれるのか。はいはい、うん、かすごいっすね。なるほどなるほど。植物と付き合ってきた歴史の中での経験値で何かを感じてるのか分からない、はい、でもやっぱ子供やから表現できへんねん、はいはい、何で見分けてるかを、うん、言葉でね。そうやね、はい、これがね、まあじれったいですね。誰か解明してくれたら、うんうん、とんでもない発見やと思うねん。確かに。